やばい、でかい。めちゃくちゃかっこよくないですか。マイナス20度のホタテが甘いよ。気持ちいい。はい、皆さんおはようございます。茅ヶ崎みなみです。本日は旅6日目の朝です。めちゃくちゃ寒い。昨日までね、真夏なんじゃないかってぐらい暑くて、もうねベンチレーションもめっちゃ開けてたんですけど、今日はねフル装備レインコートまで来ちゃってます。まあね、すっごい寒い中のツーリングにはなると思うんですけど、今日はね網走というところまで進みたいなと思います。それではね、次なる目的地点最東端を目指して行ってきます。しがみなの動画。というわけで、現在時刻は7時20分です。霧ロードを走行中です。めっちゃ寒いよ。あー、でもね、遠くの方にね、若干、本当に若干なんですけど、青空が見えます。晴れろー。なんかさ、昨日もさ、醤油岬のところだけさ、なぜかさ、めっちゃ霧ってるっていうね感じだったんですけど、この辺はなんかすごいね、霧が。うわー、太陽、太陽若干感じるよ。太陽感じる。このままトンネル突入。トンネルを越えたら晴れたりしないかな。さあ、トンネルを越えた先は果たしてどんな光景が待ち受けているのでしょうか。トンネル入るとさ、体がさ宙に浮くような感覚があるんで、私だけかな。ああ、白いかも。ああ、なんかより白い気がする。ああ、なんか白い感じがするな。なんか濡れないしね。え、なんか雨なの。こっちが雨降ってんの。しがみなの動画。はい、というわけでセイコーマート休憩です。もうね、ほんと寒すぎて、真冬ツーリングみたいな感じでめちゃくちゃ寒かったので、あったかいね、これなんだろう、セイコーマの道産昆布だしうどんを買ってみました。それじゃあね、いただきます。手がめっちゃかじかむ。道産昆布だしって書いてあるだけあって、だしがめちゃくちゃいい。はい、それじゃあね、うどんを食べてあったまって、引き続きね、本日の目的地の網走をね目指していきたいなと思います。しがみなの動画。はい、というわけで現在時刻は9時55分です。今ね、確か238号線を走行中です。それじゃあね、とりあえず第一の寄り道スポットカニの爪オブジェクトがあるところに行ってみたいなと思います。こっちの方さ、観光地をね調べてみたんですけど、すごいなんか観光地観光地している場所があんまりなくて、どうしようかなって思ったんですけど、カニの爪大きいのあるよっていうのね調べたらね載ってたので、カニカブ写真が撮りたいってことでね、そこにね行ってみようかなと思います。あー、痛い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 。カニだよー、ここだー。めっちゃでっかいカニのオブジェクト。すごい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 、でっかでっか。どっから入るの。ええ、どうなってるの。やばい、でかい。しがみなの動画。はい、というわけでカニの爪オブジェでした。次はね、ちょっと近くに科学博物館みたいなのがあるので、そこに遊びに行ってみようかなと思います。おー、ここかな。もうありました、流氷科学センター。到着です。シャボン玉がね、めっちゃ凍りました。すごいの、寒い、超寒い。これがマイナス20度の世界か。見て、めっちゃ凍ってる。お、カニも凍ってるし、ニジマスだって。すごい、貝も凍ってる。あ、クリオネも凍ってるよ。しがみなの動画。はい、科学館から出たらね、なんと景色は晴れ、めっちゃ晴れ。こんなことある。今日の天気はね、ずっと曇り予報だったんですけど、なんと晴れました。久しぶりの青空、テンションが上がりますね。それじゃ引き続きのんびり旅を楽しんでいきたいなと思います。はい、というわけでね、流氷科学センターでした。いやー、凍ったシャボン玉がね、めちゃくちゃ綺麗でした。
なんかね、シャボン玉が割れた時にふわっと割れてね、シャボン玉が凍ってるのがすごくよく分かって、それがキラキラと光っててめっちゃ綺麗でした。はい、それじゃあね、お次はサロマ湖を目指していきたいなと思います。はい、というわけで現在私のね、左側に見えるのがサロマ湖です。で、このね、付近のサロマ島っていうのは昔、経済的にね、苦労していたみたいなんですけど、それをね、ホタテ漁で復興させた町みたいです。というわけでね、これからホタテを食べに行きたいなと思います。ホタテがね、有名で美味しいみたいなので、これはね、期待できそうですね。ちょっといろいろ調べてみたらレストランがあったので、今ね、そこに向かいたいなと思います。見て、このサロマ湖すごく広大、めちゃくちゃ広いよ。もうね、先はね、全然見えないです。向こう岸にはつかーに見えるデコボコが、多分ね、サロマ湖の端っこだと思うんですけど、相当広いね、めっちゃ遠い。やっぱこうやってね、湖畔沿いをね、走行するのって楽しいですよね。しがみなの動画。はい、というわけでお昼ご飯です。頼んだのはね、生ホタテイクラ丼です。めちゃくちゃ美味しそうだよ。それじゃあね、いただきます。なんか取れたてらしいよ、このホタテ。絶対うまいやつやん、私にはわかる。うまっ、甘い、めっちゃうまい、美味しい、甘い。このホタテさ、甘くてめっちゃ美味しいよ。それじゃあね、残りもじっくり味わっていただきたいなと思います。しがみなの動画。はい、というわけで名物のね、ホタテ丼を食べてきました。ホタテがね、すごく新鮮で全く臭みとかなくてめっちゃ美味しかったです。そして現在時刻は14時51分。今ね、網走方面にね、走行中です。で、天気もね、本当に晴れてくれて、天気予報では今日一日中ずっと曇りだよなんてね、予報だったんですけど、天気予報もミスって嬉しいことがあるんですね。なんと晴れです。青空が上に広がってるよ。曇りとか雨だと不思議とね、休憩もね、すっごい増えるんですけど、晴れだとね、スズスズスズとね、進んでいけちゃいますね。走ってる感じが全然しない。いやー、天気がいいと気持ちもいいよ。そして本日はキャンプツーリングということなので、網走付近にあるキャンプ場にね、行こうかなと思っています。ちなみにね、今日行くところは無料キャンプ場です。名前はね、確か予備と裏キャンプ場っていうところみたいです。一応ね、あと15キロぐらいね、走ったら到着予定です。いやー、晴れって最高、晴れって気持ちいい。しがみなの動画。はい、というわけでね、昔使われていた SL がね、見れる場所があるみたいなので、そこに行ってみようかなと思います。いやー、私実はね、 SL ってね、結構好きで、なんていうか、めちゃくちゃね、味があるじゃないですか。今はね、もう電車が主流になってるとは思うんですけど、昔それが本当に動いていたっていう風に考えると、純粋にすごいなと思うし、デザインもね、結構好きなんですよね。それじゃあ、あと5分ぐらいで到着するみたいなんで、行ってみたいなと思います。はい、というわけで SL がね、見れるところにやってきました。こんな感じでね、カブの後ろには SL があります。いやー、こういうね、SL みたいな汽車ってめちゃくちゃかっこよくないですか。もうちょっとね、近くに行って見てみましょうか。いやー、こういうのってね、なんとも味があって、私は結構好きなんですよね。カニ買っちゃいました。アバシリコの近くを走行中です。私の今日のキャンプスペースが完成しました。いただきます。